水っぽいな。ぶどう？ぶどうっぽい。コラーゲンでした。真珠？ちょっと韓国語でよくわからないんですけど、とりあえず良さそうなパックを買いまして。フェイスショップも良かったんですけど、3CE です。3CE はなんだろう。安いですよね。アイシャドウです。4色、私はこのちょっと濃いめのブラウンとオレンジ味のかかったブラウンとこのピンクがいいなと思ってこの色にしました。こちら 3CE ってなんかマニキュアも結構人気で安いし発色いいから、さっきの口紅みたいな色に合わせて買っちゃいました。見てください、なんか可愛くないですか。てかこのマークが可愛いのかも。私的に三角形なのこの口紅、超可愛くないですか。三角形だから買っちゃったよね。ペンシルタイプのリップなんですけど、これは私がいいなって思ったのはこう上がるじゃないですか。上がってからこう戻せるところ上げたり下げたりできるのってなかなかないんですよ。だから買っちゃいました。クレンジングシャーベット、私こちらに関しては買った覚えがありません。いつ買ったんだろう。知らぬ間に入れちゃったのかな、それともおまけなのか。あ、てか私ザ・フェイスショップでアイシャドウも買ってた。どうなのかなと思ってアイシャドウも買ってたんだった。オレンジとブラウン濃いめのこちら、なんか私的にちょっと注目してるんですけど、クッションチークです。これなんか私結構乾燥肌なんですけど、乾燥肌の人におすすめって言われて、今クッションファンデーションって流行ってるじゃないですか。それのクッションチークなんですよ。だから結構みずみずしい、結構良かったです。このようにポンポンポンってやったら結構馴染むしツヤ感出るし、ちょっと乾燥肌の人にめっちゃおすすめと思ってます。このクッションファンデーションじゃない、クッションチークかね。あ、メイクアップフォーエバーで口紅を買ったんだった。可愛いから買っちゃいました。ブラウンも買ったけど今日は忘れました。このポーチちゃんが可愛いなと思って、私はなんとちっちゃいポーチも買いました。買いすぎだろって感じですけど買いました。これは S サイズです。可愛い三角形好きっぽい、こんな感じで。しかもピンクと薄ピンクあったんですけど黒を選んじゃいました。すごいいい買い物したなって、買いすぎちゃったかな。というわけで皆さんね、どうでしたか。ちょっと興味あるもんありました。もしよかったら皆さんの要望でですね、こちらのメイクもしてみたいなとか思ったりしてます。ぜひ皆さんご感想ください。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またね。